話題沸騰中の新曲オーバーユーを生歌唱していただきます。それでは手越さんよろしくお願いします。皆さんこんにちは、手越優です。私ことなんですけども、去年の7月7日から、ソロアーティスト、自分の人生の大きな、第2弾の人生を、送らせてもらっております。でその中で、今年の7月7日に、リリースが、決定した、楽曲を歌わせていただきたいと思います。今日の、この後の、試合が熱く素晴らしい、ものになるように、誰にでも、チャレンジする瞬間ってあると思います。その中で、チャレンジしてる人、今からチャレンジしようとしてる人、そんな方に、響く、歌になってると思いますので、ゆっくりと聴いてほしいと思います。それでは、7月7日リリースになります。 Over You という曲を聴いてください。知って夢は叶わないだって知って、得意なことや長所だって隠してない、変えないふりして、才能なんて皆無だって劣等感を抱いて泣いて、つまんない今日を生きて大会、反逆の準備をもうしないかい、間違いだって失敗だって本気じゃなきゃ意味ないんじゃない、エイム合わせて全力出してアンチだけじゃ意味ないんじゃない、努力だって覚悟だって半端なんじゃいけないんじゃない、革命を始めよう、何十回も何百回もあがいて描いていこう、負けられないから終われないから、僕は何度だって立つよ、何千回も何万回もやってやっても、諦めないのさ夢みたいな栄光を、
今日は楽しんでいってください。どうもありがとうございました。手越しげでした。素敵なパフォーマンスありがとうございました。球場を熱く盛り上げていただきました。本日のスペシャルゲスト手越裕也さんに大きな拍手お願いします。ありがとうございました。いや、札幌ドーム、僕はプライベートも含めて来るのが初めてだったんですけど、野球ファンの方も温かく迎えてくださいまして、すごく気持ちよかったです。はい、僕がソロとして今は活動しているので、その中でみんなの光だったり、なんか熱い熱量だったりっていうのものが、やっぱ地味なものより派手なもので、これから行われる試合の、素晴らしい試合になるであろう試合を、なんか後押しできるような、なんかそんなイメージが、この衣装にあったんで、この衣装にしました。そうですね、本当僕のファンっていうのはもう昔からサッカー番組やった時はサッカーの試合も必ず最後まで見ていくし、以前にベイスターズの始球式をやらせていただいた時も僕自身もそうですけど、やっぱり絶対最後まで試合見ていくし、一度でも僕と触れた方だったりものっていうのは絶対一緒に共有して愛してくれるような、そんな素晴らしいファンだと思ってますので、多分、僕のパフォーマンスももちろんですけど、多分この後の試合も多分勉強してきてると思うし、多分すごい楽しんで帰ると思います。はい、はい、お話しさせていただいたこともありますし、ご挨拶させていただいたこともありますけど、これなんかもう現役時代からちょっとやっぱ普通じゃない方だったじゃないですか。パフォーマンスもそうだし含めてでね、実際にこうまた現役復帰にチャレンジしたりとか、もうとにかく多分ポジティブだと思いますし、なんかもちろんスポーツなので結果とかいろんなことは大事だと思うんですけど、スポーツの前にやっぱりファンに見に来てもらわなきゃ意味ないし、球場に足を運んでもらわなきゃいけないっていうところも、そのエンターテインメントとしてのやっぱパフォーマンスだったり発言っていうのも、やっぱビッグボスは僕の中でこうすごい参考になる部分だったり尊敬する部分があるので、ああいう方がこう野球業界に関わっている以上ずっと注目され続けるんだろうなファイターズって思いますね。まずお話しした時に、多分他の球団の監督にはありえないようないい匂いがしました。まずさすがだなと思いましたし、やっぱそういうところも含めてご自身のなんかブランディングじゃないけど、そういうところも含めて本当素でやられてるんだなと思いますし、キャップだったりお土産もいただいたりとかしちゃったんで、僕の家の中でこう大事なものを飾ってある場所があるので、そこにファイターズの帽子とかも飾りたいなと思います。はい、今パフォーマンスも言ったんですけども、2年前に一人ソロアーティストとしてまた歩みを進めて、ちょうど、メジャー、シングルというかをリリースしたのがまだ昨年の7月7日の七夕の日なんですね。でもうちょっとで1年迎えるんですけど、この1年で、自分でフェスを主催できたり全国ツアーを回ったり、本当かなり自分の中の人生としては今までに比べて充実した1年遅れたというのも、やっぱり支えてくれるファンの方のおかげだと思いますので、今日歌った曲もその感謝を込めてちょうど1年後の今年の7月7日にリリースになりますし、今後とも僕のアーティストとしての、そして人生としての目標ってたくさんあるので、なんかそういう目標を一緒に歩んで叶えていっていくところを一番そばで見守ってほしいなと思います。